前田氏です。今日はですね、アディダスとプーマの歴史、確執、因縁についてお話ししたいと思いますんで、ぜひ最後までご覧ください。はい、まず皆さんご存知かもしれないんですけれども、アディダスとプーマの創業者っていうのは実は兄弟なんですよね。で、ドイツ生まれの兄ルドルフと、ルドルフ・ダッスラーと、弟のアドルフ・ダッスラーの兄弟なんですよ。で、兄のルドルフが後にプーマを創業して、弟のアドルフが、後にアディダスを創業するという形ですね。ドイツで生まれたの知らんかったから普通にびっくりしたっすね、完全にアメリカやと思ってました。確かにな。なんか知らんけど全部アメリカから始まったみたいな印象になるもんな。なるっすね。で、まあ、この あのダスラー兄弟なんですけども、最初からおのおのアディダスとプーマを始めたわけではなくて、初めにね、1920年にですね、ダスラー兄弟商会という、靴を作る会社を始めたんですよ。で、兄のルドルフが、営業担当で、弟のアドルフが生産を担当してたんですよね。だから分業をしてたわけです、同じ会社内で。で、1936年ですね、要は会社創業してから16年後にベルリンオリンピックでですね、当時世界最速と言われたジェシー・オーエイズという陸上選手に、そのダスラー兄弟が作った靴を履いてもらうことになったんですよね。で、その結果、その大会でジェシーが4つの種目で金メダルを取ったことによって、ダスラー兄弟の靴がね、世界に広まったんですよ。あいつが履いてた靴は何やということで、世界に広まって大ブレイクしたんですよね。特に今みたいに SNS がないから、その時やっぱね、そのオリンピックってすごいメディアの一つやったんで、そこで注目されたことによって一気に広まったということです。で、ここまではね、順風満帆に見えると思うんですよ、このダスラー兄弟の奇跡がね。見えるんですけども、前にね、YouTube でお話ししたナイキと鬼塚タイガーのようにですね、ここから仲違いが始まっていくんですよ。ここが必見になってます。なんでね、この毎回このいいタイミングでやっちゃうんですかね、うん、僕らも調べてるこっちもちょっと毎回なんかこうヒヤヒヤしながら見てるんですよ、うん、悲しい気持ちというか、ほんまにそうよな、ほんまに、なんかなんでなみたいな、山あり谷ありなよな、そういうなんかこう山あり谷ありがいい味になって、後のな、結果的にね、それがなかったら確かにじゃないかなと思うよ。で、まあね、先に、なんでその仲違いが始まるか言っときます。まあ、それは大きい枠組みで言うと戦争なんですよね。戦争によって仲違いが始まります。まあ、ここからお話しすることは諸説あるんで、これが絶対というわけではないんですけども、一番有力な説をお話ししていきたいというふうに思ってます。まあね、この兄弟ともにナチスという、ドイツの政党に入ったんですね。聞いたことあると思います。ナチスドイツですね。そのナチスの政党に入ったんですけど、ナチスの政党に入ったことによって兵役に行かないとダメやったんですよね。ただ、その兄のルドルフに関してはこれを断ったんですよ。断ったという罪で懲役に行くことになります。ただその弟のアドルフなんですけども、アドルフは職務を理由にして兵役に行かなくてよかったんですよね。まあ、どういうことかと言いますと、兄はセールスマンやけど、弟は、生産を担当する職人やったじゃないですか。だからその職人や、俺は職人やと、その世界に通用する靴を作った職人やっていうのをこううまいこと言って兵役を免れたんですよね。かたや兄は兵役を断って懲役に行ってるんですよ。これによって戦争が終わってからもこの兄弟に確執が生まれたまま引きずっていくという結果になります。それによってダスラー兄弟は分裂するんですよね。で、兄のルドルフはプーマを始めて、で、弟のアドルフはアディダスを始めるということになります。ちなみにそのアディダスという名前はですね、アドルフの愛称でもあるアディと、ダスラーというのをのダスをつなげてアディダスになったみたいです。まさかね、ここでこう兄弟喧嘩が終わるわけでもなくですね、兄弟で有名アスリートの奪い合いをするわけなんですよ。やっぱり2人ともスポーツメーカーのスニーカーというのを作ってますから、いろんなね、アスリートの奪い合いをするわけなんですけども、最初生産を してた、もともと生産をしてた、弟のアディですね、アドルフ率いるアディダスがすごい優勢やったんですよ。それこそサッカーのドイツ代表とか、ドイツのサッカーのクラブチームのバイエルン・ミュンヘンがアディダスを履いて優勝したりしてたんで、もうアディダスの靴すげえやんけと
めちゃくちゃええやんけっていうので、すごいアディダスが優勢やったんですよ。ただまあ、 兄のルドルフはですね、営業がすごいのなので、そのマラドーナとか、まあ、ペレに、プーマを履かせてですね、そのサッカーファンの方には一部有名なシーンなのかもしれないですけれども、ペレがワールドカップで PK を蹴る時にタイムを要求したんですよね。タイムを要求して靴紐を結び直すんですよ。で、靴紐を結び直すもんやから、その靴、その足元にね、カメラがズームで映すんですよね。それが話題になって、そのプーマ、ペレがプーマ履いてるやんけというので、すごい話題になったんですよ。要はこういうところが兄のルドルフの戦略というところでですね、セールスマンとしての力量が測れるなと。その兄はすごいセールスマンやったがゆえに、それペレに履かして、なんか足元をくったりもして、靴紐も結んでくださいというような、なんかこう、ね、なんか商売の仕方をしてたという、まあ、ほんまにうまい戦略家というところですよね。でもまあ、この兄弟喧嘩がですね、このまま、なんか雪だるま式に発展していきまして、その後ですね、町自体を巻き込んだものになったんですよ。そのダスラー兄弟がいた、その町自体を巻き込んだものになってきまして、そのお前はアディダス派なんかと、お前はプーマ派なんかという、そういう派閥を確認するために、みんな足元を見て、街中の人たちが歩き出すと、こいつはプーマ派か、こいつはアディダス派かみたいなんで、こう下を見て、なんか歩いたりしてるもんやから、その街自体が首を曲げた街というふうに揶揄されてたほどみたいなんですよね。異様な光景。それぐらい街を巻き込んだ兄弟喧嘩になっていくと、アディダスとプーマがいうふうになっていきました。でもその後ですね、アドルフ、アディダスの方ですねは、息子のホルストというのがいるんですけども、その息子にアディダスを継承して、間もなく、まあ、大成功して、で、アディダスはその当時なんですけど、売り上げが世界一のスポーツメーカーとなったんですよ。ただこのアディダスの、アディの息子のホルストがですね、51歳で急死したのをきっかけに、業績がガタ落ちしたんですよね。で、そのアディダスを1993年にフランスの実業家が買い直して、買って、経営を立て直して黒字に至って、今に至るということになってます。で、プーマに関してなんですけども、プーマも人気はあったんですけども、やっぱりアディダスを追い抜くほどではなかったんですよね。で、兄のそのルドルフに関しても、息子にプーマを託したんですよ。で、またその息子もね、急成長させたんですよね、プーマを急成長させたんですけども、これがね、アメリカで大量に安売りをしたことによって、一時的に業績が上がっただけの見せかけの成長やったんですよね。まあ、それによって、まあ、80年代にはですね、プーマは失速しまして、で、ブランド価値が低下して、プーマを結局バイアウト、要は手放します。で、まあ、このプーマを買い取った先の企業もね、この安売りのレッテルを剥がすのにすごい苦労したみたいなんですけども、2003年にはですね、1993年の16倍の株価上昇を成し遂げて、今に至るということになったわけです。だから結局アディダスに関しても、プーマに関しても、当時の創業者であるダスラー兄弟の、要は血筋とか関係ない企業に今は行って、おのおのブランドを成長させていってるということでございました。はい、ということでですね、アディダスとプーマ、前回のナイキ鬼塚に引き続きお話しさせていただいたわけなんですけれども、ほんまにこうブランドが、なんかすごい有名になっていく上で、何かしらのこうトラブルというか、なんかそういうね、確執があったりとかっていうのは、なんか切っても切れないもんなのかなと思います。まあ、つきものですよね。つきものなんかなと。だからね、ほんまにいつかね、僕と雄大にも実が生まれるかもしれないですけども、それでもね、プラグを愛していただければ僕は本望でございます。ということで、こんな感じでね、攻めさせていただきますけれども、また次回の動画も体験していただきたいと思いますんで、また次回の動画でお会いしましょう。